ある日、散歩の途中に美味しそうなトマトを見つけたカービィ。いただきますと吸い込んだ瞬間、トマトの持ち主の男が飛び出してきて、持っていた不思議な靴下の中に吸い込まれてしまいました。そこは全てが毛糸の世界。そしてなんとカービィの体も毛糸になっていたのです。